しかし天命を3割減らすつもりで打ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら上級宗剣士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん。ならこの場は指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級宗剣士ユージオ、上級宗剣士キリト、そなたらを近畿上皇帝職のトガにより捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣をお返しする許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいで。ごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ。違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張ってきっと聖剛騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとうロニエ。時間です。離れなさい。キリト、アリス、ねえどこに行ったの？隠れてないで一緒に遊ぼうよ。もう早く出てきてよ。怒ったりなんて。しないから。なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけね。どうして。ねえ、君たちは
僕にとって何よりも。カセドラルの地下牢へ投獄された俺たちは、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊。さらに地下牢から脱出するために鉄格子も鎖で壊し、最上階を目指すことに。どうした、ユージオ。ぼんやりして。え、ああ。懐かしくて、不思議な夢を見たんだ。ずっと昔、僕がまだ子供だった頃。僕は、アリスとキリトを探してた。子供時代の夢なのに、俺が一緒にいたのか。うん、そうなんだ。でも、キリトは…ユージオ？なんでもない。ただの、変な夢だよ。俺も前に、子供の頃のユージオとアリスと自分が一緒にいたような感覚を覚えたことがある。ユージオは前もアリス、そしてセルカではない誰かと3人で冒険に行ったと言っていた。ユージオも同じような記憶を持っているのか。きっと疲れていたし、いろんなことがあったからだね。なあ、そうだな。さてと、一応聞いておくけど、いいんだな、ユージオ。ここから脱出して、アリスに関する真実を探るということは、つまり、氷協会に真っ向から反逆するってことだ。今後は何か行動を起こそうとするたびに、いちいち葛藤している余裕はないぞ。今すぐ覚悟を決められそうになかったら、お前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕はもう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら、氷協会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦うって。あの聖豪騎士が本物のアリスなら、記憶を失っている理由を突き止めて元のアリスに戻すんだ。僕にとってはそれが何より大切なことなんだ。法で禁じられていたとしても、しなきゃいけないこともある。僕にもその意味が分かった気がするよ。そうか。お前の覚悟、しっかり伝わったよ。でもここから出たら、戦闘は可能な限り避けるぞ。アリス以外の聖豪騎士ともまともにやり合って勝てる気はしないからな。よし、行こう。行くよ。行くぞ。
さてと。キリト。もしかして楽しみだ。なるほどね。任せろ。よし。どうかな。もしかして。つまり、はあ、いいね。行こうか。任せろ。よし。うん。待て、誰かいる。聖護騎士。そんなところに立っていないで入ってきたまえ、囚人君たち。さすがに我が子アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が子。もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。その空元気に敬意を表して、君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖護騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない若輩だが、
そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、勇者は合図を待ってくれ。うん。でも、キリト、僕。もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃ、とてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕、あいつの名前。うん、後にしよう。了解。だけど無理はするなよ、キリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷教会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して最初から全力で相手をさせてもらうよ。
アリス様が警戒するわけだな。型も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそやっぱりさすがだ、聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリド、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。今年が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女婦で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレータ様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され。エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士31から離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落の誘いを試みた罪、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから脳に叩き返してくれるわ。キリト、逃げるじゃない、行くと勇者。